新党先駆けは、かつて存在した、日本の政党。略称及び1998年10月以降の、透名は先駆け、英語略称は、NPS。1988年9月2日に、竹村正義、鳩山幸浦自民党の一年生議員を、中心として結成された、政策勉強会、ユートピア政治研究会を母体とする。 ユートピア政治研究会は、リクルート事件をきっかけに生まれ、政界上化やリベラルな政治改革を訴えていた。1993年4月、竹村と田中修正は、新党結成を決断。両者を合わせた計10人の議員、竹村、田中、鳩山幸男、三原朝彦、佐藤健一郎、都会、木三郎、園田博之、岩谷武、志、柳瀬進。 伊出昭一は、同年6月18日の宮沢内閣への内閣、不信任決議可決に伴う衆議院解散の直後に、立党、6月21日に、新党先駆けを結成した。なお、不信任決議案については、研究会のメンバーの多くは、反対票を投じていた。他方で不信任案に賛成していた、小沢一郎らは当初立党の意思はなく、党内で、 改革運動を継続するつもりであったが、不信任に反対した竹村らが率先して離党したことから、自身も離党を決心したとされる。したがって、先駆けの決闘は非自民政権誕生に至る、政界再編の引き金を引くことになった。続く第40回衆議院議員総選挙を経て、成立した非自民、非共産勢力による細川内閣に参加後、 羽田内閣では、閣外協力に転じたものの、自民党が政権復帰した村山内閣に参加し、続く橋本内閣まで政権の一角を担った。中心メンバーは、自民党単独政権以降、非自民連立政権、自佐、社村山政権、同橋本政権と、性質の異なるいくつもの政権に、ほぼ一貫して、与党として参加していたことになり、 調整党ながら巧みな政界遊泳で、政界再編期に強い存在感を放った。途中に本新党、親先掛派など、各会派の合流を受け入れて、党勢を拡大させたが、1996年頃から、メンバーの離脱が、相次ぎ、2002年、緑の会議への名称変更という形で正式に、回答した。なお、この離脱過程で、多くの旧所属議員は、 旧民主党に参加した。決闘時の民主党は、旧社会党出身者が大半だったが、その多くが、ベテラン議員だったこともあり、中堅、若手の多い先駆け出身者が中枢を担った。旧民主党が高い派を吸収する形で1998年に、決闘された、新民主党においてもその傾向は続いた。したがって、新党先駆けは、 実質的に後の民主党の母体と見ることもできる。これら先駆け出身者は2009年に誕生した民主党政権においても中心的な人材として政権を担い二人の内閣総理大臣を輩出した。私たちは日本国憲法を尊重する。憲法が我が国の平和と繁栄に寄与してきたことを高く評価するとともに、 時代の要請に応じた見直しの努力も傾け、憲法の理念の積極的な展開を図る。私たちは、再び侵略戦争を繰り返さない、固い決意を確認し、政治的軍事的大国主義を目指すことなく、世界の平和と繁栄に積極的に貢献する。地球環境は深刻な危機に直面している。私たちは、美しい日本列島、 美しい地球を将来世代に継承させるため、内外政策の展開にあたっては、より積極的な役割を果たす。私たちは、我が国の文化と伝統の拠りどころである皇室を尊重するとともに、いかなる全体主義の進出も許さず、政治の抜本的改革を実現して、健全な議会政治の確立を目指す。私たちは、 新しい時代に臨んで、自立と責任を時代精神に捉え、社会的構成が貫かれた質の高い実のある国家、出実国家を目指す。先駆けの政治理念は、田中修正が原案を作り、結成議員全員で討議して決めたという。田中は5項目の政治理念を所属していた、高知会の政治姿勢を念頭に置き、 保守本流のバトンを引き継いでいくという意識が強く持ちながら寄贈したという。日本国憲法の尊重は冷戦が終わったこと、保守本流の人数力だった財政金融政策が今まで通りの効果を持たなくなったことから自民党の時代的役割は終わったのではないかという危機感を持っていた。 1990年代の政党の理合衆参1993年6月21日、宮沢改造内閣不信任案が可決したことを、契機に、派閥横断の勉強会、ユートピア政治研究会所属衆院議員10人が、自民党離党、新党先駆けを結成。代表は、竹村正義。名称発案者は、同不信任案1 0人中唯一賛成した。 柳瀬進む7月18日、第40回衆議院議員総選挙で13議席を獲得。自民党過半数割れ。翌19日、日本新党と衆院会派、先駆け日本新党結成。8月9日、非自民、非共産7党による細川森弘内閣発足。一人入閣。1994年4月8日、細川が、 首相辞意を表明。日本新党が衆院会派、先駆け日本新党から離脱十五15日、次期政権での格外協力を表明。25日、細川内閣総辞職。28日に、羽田内閣発足。5月9日、グループ政運と統一会派、先駆け政運結成。30日、民主の風と統一会派、先駆け政運。 民主の風結成。六月二十五日、羽田内閣総辞職。三十日、自社差連立政権の村山富市内閣が発足。二人入閣。七月五日、衆院会派も、透明の、新党先駆けに解消。九百九十五年四月の、第十三回統一地方選挙では、九百九十五年、東京都知事選挙。 官憲政治から民権政治への転換を当然としていながら、自治事務次官や内閣官房副長官を経験した、与野党愛のりの石原信夫を支持したが、青島幸夫に敗北。同じく1995年北海道知事選挙では、社会党を除名された自民党自由連合が推薦する伊藤秀子を支持したが、社会党、新進党、 公明、民社協会推薦の横道高博知事時代の副知事、堀達也に敗北。道府県議会議員選挙では9議席、指定市議会議員選挙では3議席を得た。7月23日の第17回参議院議員通常選挙で3議席を獲得した。8月8日、村山改造内閣発足1996年。 第一次橋本内閣発足8月28日、社会、先駆けに党による新党の結成を竹村と日本社会党委員長から、社会民主党初代党首となった村山が模索するも、鳩山幸夫らの反対により断念。竹村が代表を辞任、後継代表に、井出翔一が就任した。9月28日、菅直人鳩山幸夫らが、 社民党離党者や市民リーグとともに、旧民主党を結成。10月20日、第41回衆議院議員総選挙で2議席、獲得にとどまり、井出が代表辞意を表明した。22日井出が代表辞任。議員団座長に、堂本昭子。新政権での格外協力を決定した。1998年2月、財政、金融分離問題で、 意見の対立した田中修正が離党し、唯一の同友となる。5月31日、第1回党大会開催。竹村が代表就任。6月、自民党との連立を解消。環境政党としての再出発を表明。7月、第18回参議院議員通常選挙で当選者を出せなかった。10月20日に透名を先駆けに解消。 この際に所属国会議員のうち、園田だ、道元、水野誠一が離党し、所属国会議員は、竹村と幹事長の奥村天三の2名となる。2000年6月25日、第42回衆議院議員総選挙で竹村と奥村が共に落選。所属国会議員が0人となったが、同日に、参議院議員の中村厚夫が入党し、 政党として存続することとなった。7月3日に中村が代表就任。2001年3月10日、先だけ滋賀が民主党と合併し、竹村、奥村が民主党に入党。2001年の参議院選挙には候補者を擁立しなかった。選挙後の7月29日、政党女性法上の政党要件を失った。2002年1月16日、 緑の会議に政党名を変更。先だけ回答。なお、竹村の代表復帰までいでを代表者として総務省に登録していた。1996年9月に旧民主党が結成されて党が分裂する直前の時点における党勢は27名であった。うち15名が旧民主党に参加した。ありがとうございます。